今回ポイントとしては箱がない状態であるっていうところの、フィギュアで大事なのが箱があることと未開封であるっていうところ。箱がついてたらちなみにおいくらだったんですか？ちなみに予想されてた1万5000円。箱1万円ですか？捨てちゃったよ。捨てちゃったよ。何してんだよ。箱こんなでかいっすよ。めっちゃ邪魔だった。マジで。これは勉強になりますね。フィギュア買ったら絶対捨てちゃダメなんだ箱は。